なんとかカットしていってワンボール2ス、ワンボール2ストライクは変わりません。さあウィーニングショット。落としていきました。ボール球で最後はバットのバットを空気出せました。千賀先頭の坂口空振り三振に切って取っています。いや今のも落差が非常にありますね。ナイスフォークボールですね。ストライクゾーンからあのボールになるようなキレですね。これはちょっとバッターとしては当てるのは難しいです。そうですね。先頭の坂口を空振り三振に打ち取りました千賀です。155キロ表示しています。スタンドからもおーというどよめきが起こりました。早いですね。早いですね。まあ、この球場で、ね、155キロっていう数字を出すっていうのは、はい、まあ、他のピッチングスタッフ見る限りでは、ね、はい、ちょっといませんからね。そうですよね。152、3というのは、ね、はい、やっぱ出るピッチャーはいるわけですけど、はい、バットは止まらない。空振り三振です。今シーズンの打率は3割1分8厘。当たっています糸井。今日もヒットが出ています。さあ追い込んでいます。マウンド上の千賀、空振り三振。千賀バファローズの勢いを完全に止めたか。この6回からマウンドに上がって1番2番3番3者連続三振に仕留めました。6回の表バファローズは0点です。